特に理由もない暴力が、特に理由もない理由で、録画ボタンに、ん？特に理由もない暴力が、録画ボタンを襲う。何の話しようかな。まあないかな。なんか今後の話もなんかね、しないわ。特になんか新しいことをしようとも思わないし、なんかな。新しいチャンネルはもう20個も作ったけど、まあ飾りみたいな、動画みたいなもんだよ。俺がやってるギャグだからね。そのギャグのためにチャンネル作るっていう二重ギャグでもあるし、トライ用によっちゃ30にも40にもなるかもしれない。まあそういうもんだから。何しようかな。なんかね、もうスプラトゥーンのね、風船叩き楽しすぎるわ。なんかもう脳を使わないでいいんだよね。ああ、勉強しなきゃな。勉強しなきゃ。この部屋は誘惑が多いからな。ああ、眠たくなってきた。まあ、寝る前の5分ちょっと勉強しようと。まあ、喋りたくなったら喋りますけど、最近ね、普通の人間の生活しすぎて喋れないんですよ。僕、眠たくなったら面白いことをパンパン出るようになるんですよね。眠い時にその自分を追い詰めて、すごい面白いことが出るんですよ。なんですけど、それはいつも朝、なんか、徹夜じゃないけど、夜更かしして、オールをしようとした勢いの時に出るその勢いが動画に乗って、まあ面白い動画っていうのが生まれるんですが、あと、そうだ、最近やろうと思ってるやつがね、背徳感 TV と罪悪感 TV っていうのをちょっとやろうかなと。まあ、背徳感、罪悪感みたいな感じでね、ちょっと韻を踏んでるみたいな。まあ、僕が韻を踏んでると言ったら、それは韻を踏んでるんですよ。僕が影を踏んでると言ったら、影を踏んだんだっていうことだね。もう、何でもありの影踏みゲームのね、やるやつっていうね。すごい、語彙が少なすぎですよ。君は5位の5位だねっていうね、気持ち悪いダジャレが出ましたけども、キモいな、もう一気って、JK に通報せられるレベルでね、そのキモさ、痴漢と間違われるよ、痴漢と間違われるよっていうレベルでキモいな、もう存在がキモい、もん存在が痴漢だからな。いや、存在が痴漢はどうすりゃいいの？もう歩くだけ、キャッ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 キャ
ャーの断末までグルメレースできちゃうよ。パッ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 パ
スゴフェスでいっぱい当たったし、今日はね、山賊焼きとラーメンも食べれたし、朝食はね、親子丼唐揚げも食べれたし、楽しいゲームもできてるし、美味しいハイチュウも食べれるし、ライフガード2本も飲めちゃうしね、で、美味しい水も飲めるし、美味しい炭酸水も飲めるし、お母さんと会話できたし、ね、今日も天気良かったし、外のいい気持ちに浴びれたし、久々に運動したし、自転車壊れてなかったし、自転車楽しかったし、セブンイレブンのおばさんがベテランで圧巻だったし、今日はいいこと尽くしでした。ということでね、やっぱ今日のいいこと、感謝をすればなんかいいことあるんじゃないかなって思って、今日感謝してね、もう今日はすごい一日だった。もうどれくらいいい日かっていうと、いい日かというとね、もうまるでグッドデイだよね。ああ、そうなのね。では、ね、またお元気で。はい、バイバイ、ありがとね。ありがとね。この動画はね、いつ公開するかわかんないですけど、深夜だと思う。多分なんかゴールデンタイムを避けて動画投稿するから、この動画投稿群は、10日動画いっぱいあるんだけど、それじゃなんかね、今のこの時間帯だとね、アップロード時間が倍になるの、3倍になってて、ってもうマスオさん状態だから、その15分の動画上げるのにね、もう45分とかアホらしいから、またいつの日か上げます。では、ベイベイ。